はい、皆さんこんにちは。ライフジャーナル TV のジンです。本日は以前に動画で紹介した iPhone 11用のケース、こちらの iFace リフレクション強化ガラスクリアケースについて約3ヶ月実際に使ってみて良かった点とダメだった点をお話ししたいと思います。はい、それではまずね、良かった点を、3つご紹介したいと思います。まず1つ目の良かった点は、これはもう見た目がかっこいいことですね。シンプルなデザインで無駄がなくてですね、やっぱり持っていて所有欲を満たしてくれます。僕はブラックの iPhone 11にブラックの iFace にしたんですが、非常にクールで大人っぽくて気に入っています。ちなみに僕の奥さんはホワイトの iPhone 11にベージュの iFace にしたんですが、これは非常にですね、清潔感があって可愛らしいと思いました。2つ目の良かった点ですね、背面がこれ見えるので、iPhone のデザインを楽しめるっていうことですよね。せっかくの iPhone もケースで背面が全部覆われてしまうとちょっと残念な気分になりますよね。このケースは背面がガラスなので iPhone の背面をすべて見ることができます。やっぱりこのリンゴマークがですね、見えていると不思議とおしゃれさが増すように感じますよね。3つ目の良かった点なんですけども、これは落としても安心な丈夫な作りです。この3ヶ月の間に、僕すでにね数回地面に落としてるんですけども、もう何ともありませんね。非常に分厚く包み込まれてますので、落としても大丈夫っていう安心感がありますし、実際落としても問題なく使用できています。スリムな iPhone がちょっとこう分厚くなってしまうっていうのは正直少し残念なんですけども、落としてですね、壊してしまうリスクを避けれるんだったら、僕はありかなと思いますね。はい、それでは次にですね、ちょっと残念だった点を2つご紹介したいと思います。まず1つ目の残念だった点なんですけど、これね、意外と持ちにくかったところですね。通常のですね、背面が丸くなっているタイプの iFace は手に沿うような持ちやすさだったんですけど、このガラスケースのタイプはですね、背面がガラスでストレートなので、手に沿うような感覚がなくてですね、通常のタイプと比べてしまうとちょっと持ちにくいって感じました。特に僕はですね、以前 iPhone X の時に丸い背面の iFace を使っていただけに余計持ちにくいって感じてしまいました。2つ目の残念だった点なんですけども、このガラスの中に入ったホコリが気になるっていう点です。背面が見えて iPhone のデザインが楽しめるっていうのはメリットなんですけども、その一方でですね、背面が見えるからこそガラスに付着したホコリがすごい気になるんですよね。これね、わざとちょっと掃除せずに残しておいたんで見てほしいんですけど、1ヶ月ぐらい掃除せずにいるとこの背面のガラス部分にホコリが侵入しているのがよく分かってしまいます。通常の背面が見えないタイプの iFace であればホコリが見えないんですけども、これはガラスなんで丸見えです。衛生的に保つためにですね、こまめに掃除するようになったのはいいことかもしれないんですけど、結構すぐに細かなホコリがたまるので、それはちょっとストレスですよね。僕の iPhone 11がブラックっていうのも、余計ホコリが目立つっていうこともあるかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。iPhone 11用のケース、 iFace リフレクション強化ガラスクリアケースについて3ヶ月実際に使ってみて良かった点3つとダメだった点2つをまとめてみました。ぜひ購入前の参考にしていただければと思います。このチャンネルではカメラ、写真、動画に関するテーマを中心にファッション、ガジェットなどのテーマも取り扱っていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。